ああ、うちん店のケツ持ち。ケツ持ちって本職の連中？うん、やけど本職って言っても山笠組系列の下っ端やけど。なしてそげん連中が飲みに来ておったね。ケツ持ちやったら自分の島で飲んだりせんちゃなかと？今日は特別らしかとよ。なんか今東京の確か同情会とかいう組織の人たちが流すに来とってね、その人たちが店に来られんよ、上に命令されて張り付いとるんやって。はあ、ようわからんばって危ない状態らしかね。なあ、もう給料日に来んでもよかろうもんなあ、鈴木さん。ええ、まあやけん困っとうとよ。給料日にあげんことされたら売り上げ落ちるしさ、それにあげん酔っ払ってほんとよか迷惑ばい。なして俺らが見張りなんかせんといかんとや。同情会のやつらなんか今すぐ福岡から追い出したらよかだけの話やろが。まあ本家も騒ぎにしたくないちゅうことやろ。なんかご無沙汰すぎや。どうせそげんもん買う人って登場会連中が威張り腐りよるだけやろが。本気は何も分かっとるんちゅう。まったくばい。それに向こうの会長堂島大吾とか言うとったが、まだ36らしか。 36? 俺より年下やんか。なんかよかとこの坊ちゃんらしか。週刊実話に書いとった。やったら俺らソゲンボンボンの傘下に入れられるかもしれんちゅうわけや。あーくそ、んなことやっとらんぜ。こらかい、聞き聞かんな。おい、ボトルまだや。早く新しくやつは持っておんか。はい、ただいま。お客様、お待たせいたしました。遅いって言ってさん。失礼いたしました。お客さん。頭んきた。俺が追い出しちゃ。社長。よかってよかって、俺に任せとって。おい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 、こらやかましかって。こげん店で飲むときゃ保管客のことも考えろ。こん酔っ払いがなんば俺たちに文句も垂れとったや。あ、下っ端がこうも安易に肩着に手かけるなんて、山笠組ってのも大した教育してねえな。なんてか、貴様誰やこれ。なるほど、俺が誰だか知らないようだな。知るかボケ。そうか、おかげで気が楽になった。いいぞ、いつでもかかってこい。なんわけわからんことざけようとや。こっちはただでさえイライラしとっとぜ。こげんなったら思い切り憂さ晴らしばさせてもらうけんな。死にさらせよら。Hey!
せいや、ここで真の考え。ダーレ！オラ！デイゴー！